ゲットスペシャルは、イギリスのロックバンドクイーンのギタリスト、ブライアン・メイが1960年代初期に、父親のハロルド・メイと共同制作した、エレクトリック・ギター。ブライアンが、デビュー時から使用している、主力機器であり、ピックアップの直列接続や位相切り替えスイッチなど、一般的なエレクトリック・ギターとは大きく異なる、仕様を持つ。七色の音が出せる唯一無二のギターとして知名度も、 高く、コピーモデルも製造されている。このギターの製作に費やされた期間は、約2年間である。作業を始めた1963年8月、ブライアンと父ハロルドは、週末などの間価を製作に充てた。ボディには、ランバーコアと家具として使用していた、ホワイトオークの机を持ち、ネックには、ブライアンの友人宅で、廃棄予定だった、100年以上昔の暖炉に、 使われていた、マホーガニーなどのフル材が使われている。作業のために新たに購入したものはペグくらいで、ピックアップも完全なオリジナル製の個体を搭載した。ピックアップについては、本人が巻き直したとする記述もあるが、実際は、ハウリング防止のために内部をアラルダイトで充填したのみで、コイルは巻き直していない。ブライアンは、今日においても、 必要に応じて、レッドスペシャルに様々な改良やメンテナンスを施している。ジョン・ディ・ーコンが制作した D キーアンプと組み合わせることで、バイオリンなど数種の楽器に似た音色が出せる。意図するハーモニーを多重録音することで、シンセサイザーのような音を出せるため、初期のクイーンのアルバムには、ノーシンセサイザーズという注意書きが記載されていた。ボディの色は、 ワインレッドだが、We Will Rock You のミュージックビデオでは、色がついていないナチュラルカラーのレプリカを使用している。一見、ソリッドギターのようだが、ボディの左右に大きなザクリがあり、フィードバック奏法がしやすくなっている。ブライアンはインタビューで、フィードバックさせることを目的にギターを作ったのは、世界で初めてではないかと語っている。このセミフォローボディ構造と、 超ディープジョイントされた極太のネック、約150年ほど昔の古材などのコンビネーションが醸し出すネイジョは非常にユニークな響きを持つ。さらに、ピックとしてイギリスの6ペンス効果を用いることで唯一無二のサウンドが得られる。なお、ネックが極太タイプになっているのは、ネック成形の際に約6ミリメートルの指板の厚みを計算に入れ忘れてしまったためである。 完成時は、ファズ回路を装備していたが、後に取り外された。スイッチ用の穴を塞ぐために、ピックガードに70年代頃まで赤いシールを、後年は黒いテープを貼っていたが、現在は貝殻のインレイで埋められている。3個あるピックアップには、それぞれにオンオフスイッチと、プラスとマイナスを入れ替える位相スイッチがあり、3個ともシリーズ配線がされている。その理由について、 ブライアンは当時一般的なギターがパラレル配線とは知らず様々なピックアップの接続法を試した結果シリーズ配線の方が音が良かったからと語っている現在搭載しているバーンズトライソニックのピックアップについてシングルコイルとハムバッキングの中間のパワーを持つと書かれることが多いが実際この ピックアップのインピーダンスは7オーム程度と通常のシングルコイルと同程度である。しかし、ブライアンはリアットセンターピックアップの正常直列接続を基本セッティングとして頻繁に使用しており、疑似的なハムバッキング状態のためシングルコイルにもかかわらず、ハムバッキングのようなパワーと周波数特性を持つことになった。制作当時は、 まだ珍しかった24フレットのネックに24インチのショートスケール、アーミングによるチューニングの狂いを少なくするためのローラーブリッジとレイフレットを採用している点もブライアンのセンスと演奏の利便性を追求した結果である。クイーンの活動でブライアンが有名になるにつれて世界各地でコピーモデルの生産も行われるようになった。非公認モデルとしてグレコ、キッズギター。 RS ギターズなどが多数のコピーモデルを製造した。そのうち1976年に発売されたグレコの BM-900 はブライアンに送られ、懐かしのラバーボーイのミュージックビデオで使用された。ブライアンは1980年代初頭までジョン・バーチが制作した。 ナチュラルフィニッシュのコピーモデルをサブとして使用していたが、本人監修での製造は1983年から3年間ほどで打ち切られた。公認モデルでは、イギリスの楽器メーカー、バーンズが2001年から製造していた、本人公認のコピーモデルがあり、2006年から、ブライアン・メイ・ギターズという自身の名前を冠したブランドがバーンズの生産を契約ごとに引き継ぎ、 現在も、廉価モデルとして、販売継続している。レアな非公認レプリカとしては、ザ・アルフィーの高見沢敏彦が、バーンズ製の他に、ESP 製コピーモデルを所有し、クイーンの曲を演奏する際などに使用している。神奈川県逗子市にあるギター工房、ケーズギターワークス代表の伊集院香里隆さんも、公認モデルを数種類販売している。伊集院は、 レッドスペシャルを世界で初めて修復したグレッグフライヤーを通してブライアンの認可を得ており、レッドスペシャルを作ることを目的として2001年にギター工房を立ち上げ、2005年にグレッグフライヤーと最初の本人公認モデルの共同開発を行った。ありがとうございます。